心診療所チャンネル。うつ病適応障害セルフチェック、今回はうつ病が重症の時の症状5つを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。落ち込みや体の症状が続く脳の不調うつ病、ストレスが続くと次第に重症化しまして症状も変わってきます。今回はうつ病が重症の時の症状5つを見ていきます。まずはうつ病と重症化について、重症化すると危険があります。うつ病とは振り返りますと、これは落ち込みなどうつ症状が目立つ脳の不調です。脳内物質セロトニンの不足などが背景とされます。休養、薬物療法、精神療法、この3つが治療の柱とされます。うつ病の症状を振り返りますと、まずは心の症状、これは落ち込みや意欲の低下など、いわゆるうつ症状になります。続いては体の症状、不眠、だるさ、めまいなど様々な体の症状が出ることがあります。3つ目が行動の変化、イライラしやすさ、表情の暗さなど外から見ても変化になります。うつ病は早期治療が大事というところ、早期治療のメリットとしては早めに改善するというところ、そして少ない薬でも改善しうるというところ、また生活への影響が少ないというところがあります。一方で重症化すると対策が難しいというところ、重症化するとどういうことがあるか見ていきますと、まずは治療に非常に時間がかかってしまうことがあります。あとは生活面の影響が非常に大きく出ることがあります。そして体の健康への影響が出ることも少なくありません。そして行動の制御が困難になって、そこで危険が生じることがあります。なので重度の症状があれば速やかに受診をすることをお勧めいたします。続いてうつ病が重症の時の症状5つを見ていきます。これらの症状があれば速やかに受診を検討ください。まずは生活の困難、日常のことが困難になります。生活の困難を見ていきますと、意欲の低下が進んで何事も億劫になって動きづらくなります。そして判断力が落ちることおよび否定的な考えに影響される、これさらに生活能力が落ちます。その結果日常の生活に関しても困難が強くなります。困難の例を見ていきますと、まずは入浴、お風呂に入ることは困難になります。そして外出、外に出ることは困難になります。さらに会話、人と話すこともかなり困難になることが多いです。悪化するとどうなるかといいますと、まずはいわゆる引きこもり、外に出れなくなる場合があります。そしてセルフネグレクト、自分の体の状態をコントロールできなくなってきます。そして体の不調、身体状態の不調が出ることがあります。続いてが体重減少です。食欲低下が体にも影響します。体重減少を見ていきますと、まずこのうつ病では食欲低下、食欲が落ちることがしばしば続きます。こう続いてきますと体重が減ってきまして、周りであったり自分が気づくということになります。そしてこの体重減少を進みますと体調に様々な異変が出ることがあります。悪化するとどういうのが出るかというと、まずはいわゆる脱水状態になることがあります。そして栄養が足りない、低栄養の状態になります。これらも経ていっていわゆる全身状態が悪化してしまうことが出ることがあります。3つ目が動きが止まる、昏迷という状態になると全身にも危険が及ぶことがあります。動きが止まるを見ていきますけれども、これはうつ病が悪化すると動きが止まることがあります。昏迷と呼ばれて意識があるんだけども動かないという状態です。これは健康への影響、危険も大きくて早めの対策が必要です。亜昏迷というのがあります。これは昏迷の前段階でありまして、最低限の動きだけできる状態です。ただこれでも生活への影響が強いため早期の対策が必要です。これがさらに進むと昏迷になります。昏迷を見ていきますと、これは意識はあるけどももうほぼ動かなくなる状態です。こうなると食事だったり水を飲む、飲水も困難になります。これは非常にリスクが高い状態ですので、早めに入院も含めて相談をいただけたらと思います。続いてが混乱するになります。強い不安から混乱に至るというところ、混乱する見ていきますと、うつ病では不安が強まり落ち着かないことがあります。これが重くなると言動に混乱をきたした状態になります。判断力も著名に低下するため危険があるというところです。これによって激痛うつ病という言葉があります。これは強い不安焦燥が目立つうつ病になります。歩き回ったり発言もまとまらなくなって、時に妄想が出ることもあります。この状態、自分で自分をコントロールできていない危険な状態ですので、しばしば入院が必要になることがあります。続いてが極端な考えにとらわれる、思考が影響され危険が生じるというところです。この極端な考えにとらわれる見ていきますと、うつ病では考えが極端になって時に妄想にとらわれることがあります。そして自分を傷つけるような極端な考えも出ることがあります。いずれも危険があるため早期対策が必要です。
囚われる妄想の例を見ていきますと、まずは罪業妄想、自分が何か罪を犯したんじゃないかという妄想に囚われることがあります。あとは微小妄想、自分がちっぽけで取るに足らないと思うような妄想です。あとは貧困妄想、お金がなくなって破産してしまったりとか、そういう妄想が出ることがあります。そして自分を傷つける極端な考えですけれども、これは自分を傷つけるような極端な考えに鬱が悪化すると捉えることがあります。計画をしたりとか具体的になればなるほどリスクには注意が必要になります。これはいずれにしても危険がありますので、病院を受診しての早めの対策が必要になります。今回はうつ病適応障害セルフチェック、うつ病が重症の時の症状5つを見てきました。うつ病は重症化すると症状の影響も強いものになります。代表的なものは以下の5つです。まずは生活の困難、続いてが体重減少、3つ目が動きが止まる、4つ目が混乱する、5つ目が極端な考えにとらわれるです。これら危険な症状がもしあった場合は、速やかに心療内科精神科の受診をお勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。